はい、こんにちは、ポップです。エフェクトチャンネル。8月19日木曜日。本日もチャート分析と今後のトレードポイントについて解説をしていきます。順番はいつも通りクロス円のベドル円から始めまして、ユーロ円、ポンド円、5ドル円。そしてドルストレートのユーロドル、ポンドドル、5ドルベードル。最後に新興国通貨のメキシコペス円。 南アフリカランド円、トルコリラ円の順番で解説をしてきますのでよろしければ最後までご視聴ください昨日のクロス円は今まで続いておりました円高方向が少し和らぎまして特にドル円やポンドというところはね反発に向かっていったというところでございますが 本日の15時過ぎにドル円を含めたすべてのクロス円が一旦円高方向に進むということでね、ちょっとこのあたりね、せっかく盛り返した移動平均線を割り込むような動き、まあ、ドル円は、ね、まだ移動平均線を明確に割り切ったか分かりませんが、他のクロス円は全面円高ということでね、再度ロングが取れない状況になってしまいました。 個別の解説とトレードポイントについては、後々お話をしていきますが、まずは全体の相場感ということで、株式相場、そしてアメリカの長期金利を見ていきたいと思いますので、世界の株価のサイトをご覧いただきましょう。はい、こちら、世界の株価のサイトでございます。まずは昨日のニューヨークマーケット。ダウ平均は前日比、マイナス382ドル。 終わり値で34,960ドルということで1、1%を超える1.08%、特に引けにかけてね、大きく下げてしまいまして、35,000ドルを割り込んだ1日でございました。そして本日の東京マーケット、ダウに引きずられて下げております。東京マーケットの日経平均は前日比、マイナス304円。 終わり値で27,281円ということでこちらも1%を超える1.1%の下落ということで1日の取引そして終了したというところでございます。 まあ、このような、えー、リスクオフになりますと、アメリカの長期金利も下げるということで、今は、えー、一旦ね、1.2%後半まで上がっていたところから、一気に1.23%台まで下がってきているということで、まあ、リスクオフの、えー、これは債券が買われて長期金利は下がる。えー、そして、それに従って、えー、ドルの方もね、一旦は110円20銭あたりまで上がったところから、110円を再度割り込むというような、ね、状況になってきております。 こんな形でね、えー、まあせっかくリスクオフが収まったかなというところでございますが、再度リスクオフにはまった。まあ、こういったところでね、今後のトレードポイントをね見ていきたいと思いますので、まずはクロス円の方ですね、順番に見ていきたいと思います。まずは左上の U、これはドル円でございますが、 こちら、昨日の前からですね、少しばかり反発をしている中で昨日の相場というのは移動平均線の上側でしっかりとサポートを受けていた移動平均線が今まで右下下がりだったところその下側で陽線、陰線を繰り返してゲ、まあ、下落トレンドだったところが今週に入りまして特に昨日はですね、移動平均線の角度が完全に変わってその上側で陰線・陽線のサインが出ておりましたんで、ねまあ、そういったところでロングが取れた かなというところでございますが今日の15時から16時にかけてねポンポンと下げてしまいまして110円を陥落今は移動平均線24あたりまで下げてきているということでまあ、今後もねどのようにするか注目が集まるところでございますまあ、一旦ねこちら下ヒゲもつけましたが移動平均線を割ったところがありますまだ確定はしておりませんがそうなりますとね移動平均線の角度は徐々にこのような形になってしまいますが まあ、このような形であれば移動平均線24を、えー、目安にしていただきまして、まあ、割り込んだ、えー、移動平均線の下側で、ね、レジスタンスを食らう。 まあ基本的には1時間足で要線から陰線に切り替わってしまうところがあれば、やっぱりね、ここはショートを狙っていくパターンに逆戻り。そして、これはね、移動平均線というよりも、一旦ね、こちらレジスタンスを受けた110円ですね、切り板のところ。ここを上抜けるような上昇があって、その上側でサポートを受けた場合は、ロングが取れるかなと思いますんで、ちょっとね、この移動平均線と110円の間は、手出し無用というところにしていただきます。 いただきまして移動平均線の下側でレジスタンスを食らったらショートそして110円の上側でサポートを受けることができたらこれはロングを狙っていけるかなと思いますんでドル円の方はロングもショートも両方狙えるパターンかなと思いますんでねこの辺りを参考にしていただければと思いますんでよろしくお願いいたしますはい以上でねドル円相場の解説を終わりまして続いてユーロ円の解説に入っていきましょう ユーロ円の方はね、きのは大きく吹き上げるところもありまして、こちらはね、上昇トレンドに入っていくかというところの場面でございましたが、ドル円と違って、明確に移動平均線を割り込んでしまった本日の15時台というところでね、ちょっとここのあたりはロングが取れなくなってしまったかなというところでございます。 まあこういう状況になってしまったということであれば、えー、気持ちをねロングからまた切り替えまして下がってくる移動平均線もうね、えー、傾きが変わりつつありますがこのように下がってきますので移動平均線の下側で陽線から陰線 このようなサインが出たところでは、やはりショートを狙っていくパターンになるかなと思いますのでね、ちょっと一方的な展開で下げることがあれば、1時間足ではなくて、しっかりとね、15分足でも見ていただきながら、この移動平均線及び128.50、この下側で、これ、要線から陰線になったところで、ショートを取っていく。ちょっと足が速い場合は、1時間足ではなくて、15分足ベースでね、見ていただきながら、20ピップスぐらい狙っていく。このようなえ考え方で、 よろしいかなと思いますんでね。まあ逆張りをする場合、こちらはね、まあサポートライン付近ではございますが、逆張りをする場合は、少なくともね、ロングを取る場合は、下方向にストップロスを置いておく。これをしなければ、ロングをしては危ない状況でございますんで、今は基本は戻り売り。そして逆張りのロングを取る場合であれば、ストップロスは必須。このような考え方でよろしいかなと思いますんでね。ちょっと今までのロング方向から、再度またね、戻り売りというところをね、切り替えていただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。 はいえー、以上でねユーロ円の解説を終わりまして続いてポンド円の解説に入っていきましょう。 はい、えー、ポンドの方はね、昨日は激しく、えー、上昇、戻っていたというところでございますが、本日の15時台ですね、えー、このせっかく移動平均線が右肩上がりに上がったんですが、えー、このあとサポートがわずかに入ったものの、15時台の下げによってね、151円どころか、今は150円50銭、昨日の安値付近まで一気に下がってしまうということでね、ちょっとこのあたりもロングが取れなくなってしまったという状況でございます。 まあ今まではね、非常に下り目線といいますか、下落トレンド、移動平均線の下側で要線陰線が続いていたパターンでございますが、昨日から移動平均線上回ってサポートが入ったと思いきやですね、まあ、ここを割り込んでしまった。まあ、一つのね、本日に関して言えば、まあ、騙しでやられてしまったかなというところでございますが、まあ、こうなった以上ですね、次の一手というところは、これもまずは1時間足デイトレの方は見ていただきまして、移動平均線が 右下下がりに下がってきますので、まあ、この辺りね、突っ込んでショートを取る必要はございませんが、戻ってきたところ、移動平均線の下側で要線から陰線になったところでは、えー、過去と同様にですね、ここはショートを取っていくターン。えー、あまりにもね、下げているからといって、ロングを取る場合はですね、ちょっと急にね、落ちてきておりますので、落ちてくるナイフを掴むという形になってしまいますので、まあ、基本的には逆張りのロングは推奨しない。する場合に関しては、えー、しっかりとね、下方向にストップロ コストをかけるところは必須になってしまいますので、えー、このあたり基本的には戻り売りというところそして1時間足だと一方的な展開であれば15分足もね目処にしていただければと思いますんでまあその時は利確と損切りの幅をね少し縮めていただく、えー、このような必要、えー、必要性があろうかと思いますんでね、基本的には戻り売りをえ推奨したいと思いますんでよろしくお願いいたしますはい、えー、以上でねポンド円の解説を終わりまして、えー、続いてゴードル円の解説で、えー、クロス円を締めていきましょう はいえー、昨日はね、ニュージーランドドルに、えー、引っ張られて、なかなかね、えー、上昇らしい上昇を他のクロス円と違いまして、えー、できなかったということでね、まあ、ほぼレンジで終わった一日でございましたが、本日は終日弱く移動平均線の、えー、下側でね、推移している時間帯がありましたが、まあ、クロス円全体が下げました15時、16時ですね。ちょっと私もそれを見ていて、えー、解説遅くなってしまいましたが、一気に下げましたので、ちょっとね、どこで下げ止まるかわからないという状況に なっております、まあ、このような状況であれば、逆張りはやはり避けていただきながら、しっかりと下がってくる移動平均線、この下側で要線陰線が出たところでショートを取っていくですね。えー、このような形。えー、そして今ね、突っ込んで移動平均線から乖りして下がっておりますんでね、まあ、これで一方的な展開になるところでは、えー、やはりね、他の通貨と同様に15分足を見ていただきながら、戻り売りを目指す展開。 そして、これもね、他の通貨と同じでございますが、逆張りは特に推奨しませんが、もしやる場合に関しては、必ずね、ストップロスをかけておかないと。 大怪我をしてししてままいますしあとねごく短期間で勝負をしていかないとちょっとねこの辺りは大きくやられてしまう可能性がありますんでその利益の割にはねちょっと損失の方が大きくなりやすい逆張りでございますんでねしっかりと戻り売りを中心に攻めていった方が効率的なデイトレができるかなと思いますんでよろしくお願いいたします。 はいえー、以上でね、えー、クロス円の4ペア、4通貨の解説を終わりまして、続いてドルストレート、3ペア、3通貨の解説に入っていきましょう。はいえー、こちら、ドルストレート、ユーロドル、ポンドドル、5ドル、米ドルという状況でございますが、えー、ドルに比べまして、他の通貨が弱いということでね、まあ、リスクオフの円買いとドル買いという形になっておりますので、えー、ドルストレートも下方向に下げている状況。 まあここはね、えー、分かりやすくなっておりますので、えー、基本的には移動平均線が右下下がりの今、ユーロドルでございます。 こちらね、ちょっと色の方変えさせていただきますと、移動平均線は今後も右下下がりで下がってきますので、今少しね、反発をしている状況でございますが、やはり移動平均線を超えることがない弱い反発であれば、この要線から陰線に切り替わるタイミング、これが移動平均線の下側であれば、ショート、そしてロングを取る場合は、ちょっとね、ここは考えにくいところでございますが、1.17を明確に上回って、その上側でサポート。しかしか ね、ちょっと今までのこの1.17サポートが、ね、入っていたところでございますのでここを一気に抜けていくというところよりも移動平均線もしくはその1.17でレジスタンスを食らう可能性の方が高いかなと思いますので、まあ、ここの可能性は低いかな基本的には戻り売りをね狙っていただく第一段階としては移動平均線の下側そして第二段階は1.17付近での要線から陰線ですねこういったところをショートで上から叩くというところをね狙っていただければい とはい、えー、以上でねユーロドルの解説を終わりまして続いてポンドドルの解説に入っていきましょうはい、えー、ポンドドルもねユーロドルと同様に弱い動きをしておりまして、えー、今日もね明確に、えー、昨日の段階で移動平均線を超えた部分もあったんですが再度移動平均線を割り込んでしまっている以上やはり戻り売りのターンになってしまったと考えるのが妥当でございます この辺りね、移動平均線がこれから角度をつけて下がってきますので、やはり同様にですね、移動平均線の下側で要線、陰線、これは戻りが弱いところでショートを組んでいく、そして相場にはね、もちろん何が起こるか分かりませんので、移動平均線超えた場合もですね、昨日の出来高が多かった1.3750。 こここのラインででごござざいいままますすね切りはが、えー、こういったところでもレジスタンスを食らう可能性が高いので、ちょっとロングはなかなか考えにくい。逆張りでロングをやる場合には、えー、ごく短期間、そしてストップロスは必須という形になりますので、基本的には移動平均線と1.3750の2段階構えで、えー、ショートを狙っていく相場。移動平均線を抜けてもね、えー、まだまだロングのチャンスはないかなと思っておりますので、まあ、ロングのチャンスは、えー、1.3750。この出来高が多いところを抜けてく からのサポートという形になりますんでちょっとこのあたり可能性はね、ユーロドル同様低いかなと思いますんで、まあ戻り売り狙い、移動平均線の下側、もしくは1.3750の下側で平均足が要線から陰線に切り替わるところでしっかりとショートを組んでいく。このような相場でよろしいかなと思いますんで、参考にしていただければと思います。はい、以上でね、ポンドドルの解説を終わりまして、続いて5ドルベイドルの解説に入っていきましょう。 はいゴ、えードルベイドルはね、まあ昨日はクロス円では若干ね、レンジ相場でございましたが、えー、ドルストレートのゴードルベイドルは、えー、昨日はねレンジというより,よ,り、えー、よりもやっぱりね、じり下がりというところでございま,す、ねえー、ましたので、引き続き下落トレンドが続くと見てもよろしいかなと考えております。 まあこれから移動平均線引き続き下がってきますので、どこで反発が入るかはわかりませんが、プライスアクション、移動平均線24の下側で要線から陰線ですね。このような動きがあったところでショートを取っていく。すべてね、このような形でドルストもクロス円もね解説をしておりますが、こういったところがね、やはり重要になろうかなと。そして移動平均線を超えたとしましても、ちょっとこの辺りですねあたりですね、0.7230あたりですね。 この辺りで、えー、昨日はサポート入っておりましたんで、ここでもレジスタンスを食らう可能性が強いということで、えー、合わせてね2段階でショートを備えておく。えー、そして、えー、ロングに関しては、さらに上の0.7250、ね。この ここを上抜けしてからじゃないと厳しいかなと思いますんで、まあここのところ可能性は非常に低いため、今日はね、ロングの方はあまり考えなくてもよろしいかなと、戻りをしっかり止まって戻り売りというところをね、第一候補として考えていただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。 はいえー、以上で、ねえー、ドルストレート3ペア3通貨の解説を終わりまして、えー、最後にです、ねえー、新興国通貨の3ペア3通貨の解説で締めていきたいと思います、はいえー、新興国通貨の方は、えー、このような地合いが悪い時に、えー、ロングを組んでいきましょうというのは、ねえー、か過去、えー、か,から何,何回もお話をしておりましたが、えー、とうとう、ねえー、サインのところに近づいてきたペソ円でございます まず一日の動きを見ておきますと、今日のね、明け方といいますか、未明のところで大きな下げ、そして反発するものの、やはり15時ぐらいから大きな下げに見舞われまして、直近の安値を更新してきたというところでございます。 そしてご覧いただきますとね、ずっとお話をしておりました冷やしベース。ここね、5.45付近まで今下落してきておりますので、この黄緑色のレンジのね中央値となりますが、5.3から5.6の真ん中の5.45、ちょうどこの辺りになってきましたので、そろそろね、5.45付近でロングが取れるかなというところでございます。 この5.45は過去にサポートラインが入っておりますし、レンジ相場のレジスタンスもありますのでね、過去のレ,レジサポ、こういったところはね、サポートになりやすい。そして、あとはね、レンジ相場の加減の5.3円、ここもね、過去明確にサポートが入っておりますし、あと、遡,遡ること、1、3月ですね。レンジ相場5.3から5.0というところがありましたが、ここのところね、しっかりとレジスタンスが入ってたのも5.3 でございますんで、まあ、これが過去のレジスタンスであればや、やっぱりサポートになりやすい。えこういったところを行きますと、5.45では全力でロングを組む必要はなく、5.3でもねロングが組めるぐらいのレバレッジはね、まあ、かけない程度でもねよろしいかと思いますが、このあたり慎重にねロングを組みながらハイレバでは勝負をしない。このようなところを心がけていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 はいえー、以上でね、メキシコペソ円の解説を終わりまして、続いて南アフリカランド円の解説に入っていきましょう。はいえー、ランド円の方もですね、えー、大きく、えー、クロス円が下げておりますので、こちらも下げております。えー、じりじりと下がっているね、えー、この15分足、24時間の時間軸でございましたが、本日の15時からストーンとね、下げまして、7.3円というサポートラインをですね、明確に割り込んできたというところでございます。 そして、冷やしベースご覧いただきますと、長いことね、下落トレンド続いております。移動平均線は、先ほどのね、解説と同じように24を使っておりますが、ここのところ、過去の戻り、戻っている相場であれば、過去のサポートラインでありました、7.5円から続いておりますが、7.4、7.3というところでね、ロングが取れますよというところでございますが、とうとうね、明確に7.3円も抜けてきましたので、このあたりでね、ロングを取ってもよろしいかなというところでございます。 全体のね、えー、地合いが悪くて、これはね、南アフリカ共和国だけがね、えー、下げてるわけではございませんので、えー、こういったところ、全体の地合いが悪いところでロングを組みつつ、また移動平均線付近の、まあ、7.4円を超えたところぐらいですね、まあ、こういったところで利確できるような形で、えー、備えていただければと思いますので、まあ、あくまでも今回は、えー、反発狙いという形、えー、そして、えー、通常のね、デイトレやスイングトレードと違いまして、新興国通貨はね、比較的長めにポジションを持つということであれば、やはり 下がっっったとところでじくくりとねロングを取てていくそしてレバレッジはかけすぎないというところが、えー、よろしいかと思いますのでね、まあ、7.3円割り込んでいますが、えーまあ、戻るタイミングはあろうかと思いますのでね、移動平均線もしくは7.4円を超えてきたところですね、そういったところで、1、えー、回、ね、このあたり、利確をしていただきながら、その期間のスワップ金利はおまけでいただくというところをね考えて、えー、ポジションを取っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 はいえー、以上でね、南アフリカランド円の解説を終わりまして、えー、最後に新興国通貨の、えー、トルコリラ円ですね、えー、こちらを見ていきましょう。はいえー、トルコリラの方もね、えー、珍しく連動しまして、今日の15時からの下落、えー、クロス円がね、えー、全般的に下げておりますので、トルコリラ円も大きな下げに見舞われているというところでございます。 えー、そして、えー、昨日も、ねえー、お話をしておりましたが、まあ、13円を超えてくるチャンスが昨日はあったんですが、えー、またもや3度目でございますね、えー、1回、2回と上髭で下げておりますが、今回は13円付近でレジスタンスを食らってしまったということで、えー、またもやこの13円と12.5円というね、えー、この赤いレッドゾーンの加減と上限、えー、ここの中に入ってしまいましたので、まだまだポジションは取れないかなというところでございます。 おさらいをしておきますと、ポジションを取るタイミングというのは、このレッドゾーンを抜けたところ、13円を上抜けして、上髭ではなくて、しっかりと日足ベースで平均足が陰線から陽線のサポートを受けてからロングを取る。これがね、まず第一のロングを取る場合の手段となりますので、しっかりとね、13円抜けたところではなくて、その上側でサポートが入ってからロング。 そして、下方向に関しては、12.50。ここは、過去の、ね、レジスタン、サポートラインになっておりますし、あと、史上最安値が、こちら、週足に変えていただきますと、12円付近にございます。去年の11月でございますが、12.50割り込んでしまいますと、史上最安値をさらに割り込むような圧力がかかってきますので、まあ、そうなりますとね、オーバーシュートということでね、ロンガー税が一斉に投げ始めますので、そういったロング勢が投げるところ ちょっっとずつ拾っていくこのようなところが大事かなと思いますので結論申し上げますと12.50を割った時にオーバーシュート気味に大きな下落がスッとねあったところでちょっとずつ拾っていく、まあ、このような余裕を持った投資をしていただければと思いますのでちょっとね13円の上抜け失敗あとはこのまま下がってきた場合にはオーバーシュートが起きた12.50の下側でねロングを組んでいくこのような考え方でよろしいかなと思いますのでね皆さんの相場感と照らし合わせて参考にしてください はい、えー、以上でね、今回の10ペア10通貨の解説を以上といたします。えー、今日はね、ちょっと私も16時台の動きを見ておりましたので、えー、解説の方ね、遅くなってしまって申し訳ございません。あとね、21時からはいつも通りでございますが、YouTube ライブをね、始めていきますんで、ちょっとね、激動の動きをする中、今後ね、どのような動きをするか、リアルタイムでね、情報共有していきたいと思いますし、あとね、何か具体的なご質問がある方もご参加いただければと思います。 それではね、雨が続く、鬱陶しい日々が続きますが、体調管理には気をつけて、お仕事もトレードもね、あと一日金曜日頑張ってください。そしてね、お時間ある方、また21時からの YouTube ライブでお会いしましょう。バイバイ。